鬼滅のガンダムシリーズがスペシャルプライスでリリースが、みんな千葉一挙と言われてる幻想さんになんか期待しているみたいですね。そのGセレクション、セレクション、まあ僕としてはやっぱり佐藤さんを推したんでね、佐藤さんの仕上げを DVD ボックス、さっき佐藤さんのねボソッとなんか仕上げマジ強いんだけどとか言ってたんでね、まあそれはまあ、まあ、負けたらまあちょっとやっぱり佐藤さんの腕がといったところですかね。まあ、対する、B チームの、星名ファンクラブは、まあ、ニコニコ動画でコメントを稼いでいるタイガさんの WO と、まあ、なんかリベロ軍団総帥のリベロさんの仕上げ、のガンダムシリーズがちょっとやはりなんかもうなんかいつの時代も強いと言われている牧島さんのトーリース、セレクション、まあ、牧島さんのトーリースとですね、なんか喧騒さんのトーリース、トーリース対決ぜひ注目したいところですね。さっきからなんかケンソーとアナハイム内定チームはなんかちょこ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 先方と対象を入れ替えてかなり古速なことをしてますね。なんか自分はなんかその古速な作戦に引っかかっちゃった一人なんですけど、はい、始まりました、デスティニー仕上げ対、ダブルを仕上げ、なんかライカルさんだけ元帥じゃないそうですが、佐藤さんの足を引っ張らないようにしてくださいね。ライカルさん、そこか、沈め、これは佐藤さん視点の仕上げです。やはりなんですかね、ダブルオーのオーライザーを仕掛けるまであまり強いロックで流すといったような展開になるんですけどね。ちなみにデスティニーがちょっと流れてくれた間にオーライザー、デスティニーをちょこ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 減らしていく、どんどんサーブの使い方が上手い感じ、ここでトーピングサーブに仕掛けていく、タイガが荒ぶって、それをデスニーが懸命に迎撃、タイガが荒ぶっている、大きい攻めどんどん仕掛けていく、ここで佐藤さんが冷静に荒ぶっている、ゼータイガをちょっとね、ちょっとお前落ち着けよと、まあ、そう言ってる間にソース確定をライカルが使って、ワンパンダブルに当たれるが、なぜか佐藤さんがライカルさんに投げなどをさせてしまって、ここでタイガが確定、佐藤さんをさばけるのは、ここで佐藤さんが覚醒をちょっとした、これはタイガのコメントいいねを全部佐藤さんがもらった形か、これはもうニコチ大騒ぎ、ここでタイガがうまくチャージをデスティニーに当てて、若干これは、まあ、覚醒ゲージの問題で若干ゴブといったところか、ここでデスティニー覚醒、シャーゲにワンパン入れて、でシャーゲがダブルオーにその間にワンパン入れている、デスティニーシャーゲが若干有利、ここで佐藤覚醒、ここでシャーゲを落として、ここでまたタイガの荒ぶりモード発動、シャーゲとデスティニーにちょこちょこダメージを与えて、ただ覚醒落ちしてるんで、まだ覚醒が使えなくて厳しいといったところか、ここで大河のオシャレコンが決まらず、そこかリベロ総帥が思わず覚醒、佐藤さんが俺の射撃強いけどみたいな感じでどんどん攻めていく、大河が覚醒コンボを決めて勝ったのは、1個目でこちらをちらっと見て俺が決めたけどと言わんばかりの佐藤さんのドヤ顔、作戦は成功でしたね。もう文句のない佐藤さんのリザルト1、ドヤ鬼滅のガンダムシリーズがスペシャルプライスでリリース決定、その名も G セレクション、ちょっとリベロ創生分からされちゃった感じですかね、残念。第 08MS 招待タイガさんもちょっと確定落ちさせられちゃってね、ちょっともう佐藤さんお強い。では次対象戦いきましょう、ルナさんマスター、牧島さんトールギス対ケンソーさんのトールギス対トシさんのストフリですね。さあこのトールギス対トールギス、トールギス対トールギスの戦いをあのトールギス機関に聞くと何やってるかわからないってみんな言うんですね。考えてやるよと僕は言いたいところなんですけど、使われてるがたまったもんじゃないんですけどね。
ライブモニターはケンソーさん通り位置で落ちろ、開幕はマスターにダメージを集めて、まずはサーブを当てていく、そして接射も決めて、でもその間に若干ストーリーの攻撃を食らってしまい、ストグリの体力もちょっと減った形、無理は逃れられるか、かなりストーリーとは見られてないんですかね、ケンソーさんストーリーは2人でストフリをにロックを集めるといった形でしょうかね。ここでマスターがスピーディーになって、マスターが落ちる、ここでマスターが、あー、ここで微妙に巻き技がカットしてしまって、ストフリが落とせない、ここでストフリが落ちて、ストーリーと両方とも体力がかなりある形、ここでストーリーを思わず勝て、やはりトールギスマスター側としてはストフリを2回落とすマスター戦なのか、だがここで巻き込む通り率が検討通り率を掲げてみていく、ここでまず検討通り率も確定だけど、この体力で確定してしまうと次の確定がたまるかどうか怪しんできたところ、ここでマスターが非常に厳しい、スターの通り率は落ちているぞ、ここでワンチャン狙うか、ここでマスターの着地を検討さんの通り率が冷静に取ってくったのは、まあ、ストーリー通り率、優勝はケンソーとアナハイム内定3チームです、おめでとうございます、拍手お願いします、不滅のガンダムシリーズがスペシャルプライスでリースケット、星にはファンクラブをよく戦いました、優勝おめでとうございます、もう一度拍手お願いします、 G セレクション機動戦士ガンダム第 08MS 招待 DVD ボックスオンセール。